そこに携帯をしまってはいけない。誰もが携帯を持ち歩いている現代社会、常に肌身離さず持ち歩いていますよね。どこにでも持っていきます。ベッドの横に、果てはシャワー室の中だって。でも携帯をしまうところはよく考えて。良くないところにしまっていると、携帯にとって悪い影響があるだけでなく、あなたの健康も損なってしまう恐れがあるんです。私たちブライトサイドが携帯をしまってはいけない10の場所をご紹介しましょう。1、後ろポケット。ズボンの後ろポケットに携帯を入れて持ち歩くのは楽でいいですね。でもこれ結構危ないんです。第1に、ポケットに携帯を入れていることを忘れて座り込んでしまい、画面を割ってしまう恐れがあります。最近の携帯の画面はとてもお高いので気をつけて。 iPhone X の画面を割ってしまうと、その価格の 60% もの修理費用がかかってしまいますからね。もう一つの危険は盗難。簡単に盗まれてしまいます。携帯に限らず、後ろポケットに入れたものを盗むのにスリ並みの技術は必要ありません。子供の手からキャンディーを奪い取る方が難しいくらい。そしてもう一つ、近年の携帯電話のほとんどにはタッチスクリーンが採用されています。これが誤作動を起こして緊急電話をかけてしまう恐れも。119番にかかってくる電話の実に 30% が間違い電話だって知ってました？それからもう一つ、間違えて携帯に座ってしまうと、場合によっては激しい痛みを引き起こす恐れがあります。背中に、足に、胃が痛くなるというケースも。ですから後ろポケットに携帯をしまうのはやめた方がいいかも。2、ズボンの脇ポケット。要するにパンツ系のポケットに入れちゃダメってこと。これは世の紳士処刑へのお知らせ。皆さんはハンドバッグを持ち歩いたりはしませんよね。すぐにポケットにしまっちゃう？ちょっと待って、これは男性の健康に非常に悪い影響を及ぼす恐れがあるんです。エクセター大学による近年の研究によれば、携帯電話から発せられる電磁波が精子の質や量に悪い影響を及ぼすということ。ポケットに入れている時間が長ければ長いほど、そのリスクも高まります。ですから携帯電話がどれほど大切でも、ポケットに入れて歩いてはいけませんよ。3、ブラジャーの中。淑女の皆さんもお気をつけて。携帯の電磁波とがんの相関にはまだまだわからないことは多いですが、万が一ということもあります。携帯は胸から遠ざけた方が良いでしょう。4、お尻の近く。トルコのスユレーマン・デミレル大学の研究では、お尻の近くで携帯を持ち歩いていると腰周辺の骨が弱くなるという結果が。研究者たちが普段そのエリアで携帯を持ち歩いている150人の骨密度を調査した結果、携帯付近の骨密度がその反対側の骨密度よりも低くなっていたそう。相違の原因が携帯電話かどうかという確証は未だ得られていませんが、それが考えられる原因だろうということですよ。5、肌に直接。携帯電話を肌に直接当てるのもよくありません。いろいろなものを触った手から画面に付着したバクテリアが顔に直接ついてしまいます。ちなみに携帯電話のタッチスクリーンは公衆トイレの便器よりも汚いんだとか。また電磁波を肌に近づけることになり、それもよくありません。じゃあどうやって携帯で話せばいいのって思いますよね。通話をするときには顔から 1.5cm ほど離して会話するといいでしょう。6、充電器に挿したまま。充電はいくらしてもあなたの健康を損なうことはありません。もっともそこにずっと顔を近づけていたら話は別ですけどね。とにかく夜通し充電しっぱなしというのはバッテリーの寿命を早めてしまいます。バッテリーの持ちが悪くなる可能性も。ちなみにこれについては携帯の寿命を縮める間違いについての動画もご用意していますので、ぜひご覧くださいね。役に立つこと間違いなし。7、低温化。外気温が氷点下の場合、携帯の扱いには特に注意しなければなりません。車の中などに放置しないように。このような気温は温度差を生み出し、室
内などの暖かい場所に入った瞬間に携帯が結露し故障の原因になる恐れがあります。またもう一つの問題は電源が落ちてしまうこと。最新の機種などは低温下ではバッテリーを保護するため自動的に電源が落ちるような設計になっているんです。そのような機構で携帯を使用する場合は特殊な携帯ケースを使用するか激しい温度差を避けるようにしてください。8、高温下。ハイテク機器っていうものは意外と弱いんですね。高温にも弱いんです。真夏日などには車やビーチなどで携帯を放置してはいけませんよ。バッテリーがオーバーヒートして爆発する恐れもあるんです。それから窓からの直射日光などにも注意して。直射日光がこの高価な画面を色落ちさせてしまうことだってあるんです。これじゃあブライトサイドの動画も味気ないものに。だってそうでしょ。9、ストローラーの中。慌てたお母さんが携帯をストローラーの中に放り込んでしまうなんてことありますよね。絶対に気をつけて。ある研究雑誌によるとそれには子供の健康を損なってしまう恐れが。またその研究によれば携帯電話には多動性障害や注意欠陥障害などの原因にもなるのだとか。確たる証拠はありませんが後悔先に立たず気をつけて。10、枕の下。枕の下に携帯電話を入れてはいけない理由はいくつかあります。まず夜中に通知画面が表示されて光が顔に当たること。夜中の光が多ければ多いほど体が分泌するメラトニンが減少します。メラトニンは脳のスイッチをオフにして体を睡眠状態にさせるためのホルモンですから、メラトニンの分泌量が少ないということは睡眠障害を引き起こしたり健康やその他の問題を引き起こす恐れがあるということなんです。また電磁波が頭痛やめまいの慢性的な原因になる可能性もあります。枕の下はあなたの頭に最も近いということでもあるんです。そしてもう一つ、携帯が爆発したり発火したりする恐れ。枕で携帯を包み込んでしまうとこの危険性を高めてしまいます。充電中の携帯は高温になりその温度がこもってしまうんですね。携帯の充電はできるだけ体やベッド、その他の人からも話して行うようにしてくださいね。それに夢の中に携帯が出てきてしまったらなんだか忙しくなっちゃいそう。朝までの間は携帯とはお別れしましょう。他にも携帯をしまってはいけない場所知ってますか？コメント欄で教えてくださいね。それからこれが今回のおまけ。携帯で姿勢が悪くならないためのポイント。悪い姿勢は21世紀の現代病のようなもの。猫背の人は背骨に大きな負担をかけてしまいますよね。スマートフォンやその他の電子機器の使用によって多くの人は1日に4時間もの間不自然な姿勢でいます。ある研究によれば人の姿勢でその人の性格も変わってしまうのだとか。うつと診断された人によく見られる姿勢として近年話題となっているのがアイハンチと呼ばれる姿勢。これはかつて高齢の人が背骨などに問題を抱えた時にとっていた姿勢だったのですが、現在ではこの姿勢が若い人の間でも流行っているというのです。アイハンチの特徴は突き出た首に下がった肩、そして上体に引き寄せられた腕。いい姿勢を心がけることは仕事の能率を高め、ストレスに対する耐性も得ることができます。手元の携帯を見るときは首を下に曲げるのではなく目線を落として見るようにするといいでしょう。また携帯そのものを持ち上げるというのもいい考えです。また健康な背骨を手に入れる5つのルールも実践してみてくださいね。1、時折首を左右に動かし筋肉をほぐします。2、肩や首の側面の筋肉、肩甲骨の周辺を揉みほぐします。3、立ち上がり腕を伸ばし上体を曲げます。この運動によってスマートフォンを眺めることで凝ってしまった筋肉を正しい位置に戻すことができます。4、10分以上携帯を使用した場合は顎を胸まで引き背中の肩甲骨を寄せ10秒間維持します。
この運動を数回行ってください。5. 携帯を使用するその都度、正しい姿勢が健康にいいのだということを思い出すようにしてください。動画の評価ボタンと携帯を持っているお友達へのシェアもお願いします。ブライトサイドへのチャンネル登録もお忘れなく。